ハリヨはトゲウオメトゲウオカに分類される淡水魚の一種。ハリヨの学名については G マイケラセファラスあるいは G アキアリアタスマイケラセファラスが付けられてきた。その後、ハリヨは北米のカリフォルニアに生息する GA マイケラセファラスとは異なった独自の進化を遂げたと推測され、独自の学名を与える考えも提唱されているが、現時点で適用すべき学名はない。 日本固有和紙と考えられ、昭和初期までは、滋賀県、岐阜県、三重県に生息地があったが、現在では、滋賀県東部と岐阜県西農地区、岐阜地区の平野部の有水地のみで生息が確認されている。岐阜県の養老群養老町の養老山地からの、副流水が湧き出す津屋川が、生息地の一例である。三重県では1950年代に絶滅した。 滋賀県米原市の河川では人為的に放流されたとみられる。同じトゲウオカの陸風生糸魚と交雑した個体と置き換わり別に飼育していたものを除き張り魚が絶滅していることが分かった。犬により兵庫県にも生息している。全長5センチメートル前後の小魚で最大7センチメートル程度。体は木の葉のように左右に平たい。背中には 背びれの棘状が3本離れて発達し、さらに腹に2本、尻びれ付近にも1本棘がある。鱗はないが、胸びれの周囲に棘動画特有の輪盤があり、若い個体は2から3個ほどだが成長すると5から7個ほどに増える。若い個体やメスは高褐色をしているが、成熟したオスは体が青緑っぽくなり、喉から腹部にかけて大色の混姻色を発現する。 年間の水量が一定した綺麗な流水地や、その周辺の流れの緩やかな河川に限定して、生息し、水草の生い茂った、水深20から50センチメートルの浅瀬に生息する。正常な流水のあることは、生息環境の必須条件で、10摂氏18度の低水温を好み、水温摂氏20度を超える場所では生息できない。同族種の糸よには、海と川を勧誘する。 個体群が存在するが、ハリオは回遊せず、一生を通して、淡水域で生活する。植生は肉食性で、小型の甲殻類や水生昆虫などを捕食する。周辺が、生息地のアクアとト,トギフで、飼育展示されているハリオ産卵期は3から5月が、中心であるが、ほぼ終年にわたって、繁殖活動が見られる、生息地もある。婚色が出たオスは縄張りを作り、 同種のオスを激しく追い払う。同時にオスは縄張り内の川底に穴を掘って水草の根などを集めトンネル状の巣を作りメスを誘って産卵を行う。オスは産卵後も巣に残って卵を保護する。寿命は1から2年で繁殖期が終わるとほとんどが死んでしまう。絶滅危具合 A 類開発による遊水地の減少や川の汚染で絶滅の危機にあり、 環境省によって絶滅危害 A 類に選定されている。生息地そのものが天然記念物に指定されているところもあるが、分布域の各自治体で保護区を設けて保護活動を行っており、多くの自治体において条例で捕獲が禁止されている。また、小学校や地域団体の自主活動としても、針オと清流を守ろうという動きがあり、 積極的に河川の清掃などが行われている。しかし、愛好家や業者による密漁捕獲によって減少している。ありがとうございます。